思ったんですけどね、僕たちで喋るの下手ですよね。うん、真面目に話せることってあるんかなってなんか物事に、てかまあたまに動画で中途半端とか言うやん自分たちのこと、うん、それってやっぱり物事を真剣に考えられないある種の病気なんじゃないこれはでも病気で言ったけど、これはほんま他の人が実際どうなんかが分からんからどこまで考えられてるか比べようないやん、うん、だから僕たちがここまでしか考えられていないことが中途半端だと自分で思ってるだけなのかが、実際ほんまに中途半端にしか考えられていないのか気にならへん確かに僕も多分同じ側やから何も言えへんかもしれない。は？いやだから真剣度合い、うん、がこれみんな共通なのか、そうそうそう、僕たち特有なのか、その例えば中途半端の薄さ、中途半端に考えることが許される話題しか盛り上がられないのではないのか、逆に中途半端じゃないのかな話題って、やっぱり人生で当然やってくる出来事であったり、でも転職とかそういう話は僕好きですけど好きというかその話他人が進めたらもう普通に真剣に真剣に、うん、真剣に、うん、真剣じゃないんか、知らんけど、こんなみんなんじゃないの、自分の人生のことかな、に中途半端真剣に考えられる結構真剣だよな、分からへん、長期的に見るってことですかね真剣って、ああなるほどちょっと思ったんですけどいやでも長期的でもないです、まあ人と比べられないっていうのが答えがつからないってことないけど、うん、その真剣に考えられてるのか考えられてないのか、まあ、なるようになる価値観やろ、主義者というか、うん、なるようになる、まあ、ネガティブである楽観的みたいな、そういう人って多分、まあ、物事真剣に考えてないとも言えるやん、うん、うん、でも小さい頃ってさ、こんなんちゃうかったくらい小さい頃。僕は違ってんけど。小さい頃、物理的ですかはい。物理的というか、まあ、年齢的に。小さい頃ね。明らかにこの数年で変わってしまった。というのかな、社会的には。変わってしまった。うん。振り返るとね。マイナスに捉えてる。社会的に見るとな。でも一人の人間としたら別に全然いいと思う。なんだろう、小さい頃っていう話に戻してほしいな。小さい頃のことでした。長期的はに考えたり、真剣に考えてたかって。考えてないな。あ、そう短期的に区切りがやってきたから生き延びれたのか。まあ、自動的に生きてるだけで。学年は上がっていくし、テストはいい点数取れば次にステップ踏める、一歩踏める、一歩踏み出せるというか、勝手に、まあその動く、なんだろうな、廊下階段って言ってもいいか、動く階段踏ん張りスケベーターでもいいんだけど、いや全部わかりにくいです。エスカレーターに乗っていたっていう例えでどうだろう。は動くエスカレーターが当たり前やろ。止まってるエスカレーターはただの階段やけ。動く階段。もうええわ。ちっちゃい頃に長期的に考えてたかって。真剣通り。考えてないやろ。あ、そうなん。考えてた。噛み合わんな、なんか。いや、中途半端とか真剣通りの話をして。それでいくと、
まあ、中途半端やなっていう、真剣度はもうおそらく低いっていう話やな。じゃあそれが小さい頃もそうやったのかって。ああ、で僕は小さい頃から違ったよって。人とは、人とは考える深さが違ったっていうこと。え、人とは考える深さが違ったよ。違う違う。そうじゃない。だから例えば授業、一つの授業に対する真剣度。あ、なるほどね。絶対宿題をやっていくとか。あ、それを真剣と捉えてるの。捉えてる。僕は怒られへんようにとか。そう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 。だから裏側には、目立たへんようにとか、裏側にはそういうメンタルがある。ただでもそれが真剣に見えた。そうそうそう、結果的に真剣につながる。ああ。でも今はないから、多分その基本的に YouTube っていうのは。だから真剣に見えない。真剣に見えないし、真剣かって言われたらそれに向かうあれがない。ああ、おかしくなったなお前。弟出て。じゃあその真剣に見える人っていうのは大きく2つあるんじゃないかなと思います。今の世代、今の年代になって真剣に見えるっていうのはやっぱりマジで自分の高みを目指している人と、まあ他の目を気にしている人、まあ他の目っていうのは怒られたり、とはまあ社会の目、家族とか友達とか世間体の目を気にし、その2パターンに分かれるんじゃないでしょうか。おう、でその2パターンにもどちらにも当てはまらなければあまり見えにくいんじゃない、やっぱ自分の世界になっちゃう。そうまとめですかこれ、吉田屋の。やっと言ってくれてな。やってる。なんだ待ってましたみたいな。ドキでした。何の？何のドッキリ？意外に早くそういう発言をさせるタッキーが気にしてました。どうしても上みたいよね。僕より。まだこれこんな話しちゃって、もう。何も変わってへんやん。いや、解決してないけど、今の。解決とかできへんやろ、こんなん。しっくりこうじゃな。まあまあ、僕の考えです。まあ、他者から見て、っていう面が非常に重要視されてる。真剣っていうのは。重要視というか、もう、前提にあるんじゃない？僕あの怪物っていう映画見に行ったんですけど、ああネタバレやめてな。ネタバレしませんけど、やっぱり映画って僕あんま好きじゃないというか、なんかお前信康みたいな顔してんなお前。誰やねん。いやドラゴン桜のドラゴン桜的な声信康。おい無能将軍やん。行くぞ。その人人気やね。人気な。ええー、な、チャドラマでも見たで。演技うまいか？いや、別に。うまいけど。演技はわからんけどさ。演技がうまいか下手かってさ、どういう時か正解は知らんねん。僕が個人的に感じるのは。テンデラ浜本みたいな。個人的に感じるのはね、シリアスなシーンをいかに自然にできてるかって。ああ。僕がなんか、何この人下手やなって勝手に思う時っていうのは、なんか半笑いなんですよ。だからシリアスな経験をしてきていないか、まあ、緩い環境を育ってきたかみたいな。環境するの偏見ですよ。そういうのはあるよね。70世紀。怪物。あ、怪物の。怪物はお前ちゃうか。映画を見てね。僕あんまり映画好きじゃなかったんですけど。そうなの。なんか2、3時間終わっちゃうやん。本を読むからさ、本って何百円で何日は持つからさ、まあ、ケチにもあって、そっちの方が好きやんだけど。面白かったんですよ。なぜかなって考えるでしょ。あ、やっぱりね、まずはあのいろんな視点から物語が進められてる映画。見てるとき気づく。あ、もうめっちゃ分かりやすい感じ。そう。怪物はもう、あ、これ、言ったらあかんのかな。分かんない。言っていいと思う。別にいろんな人が出てくる。そこまで言うと。だから、まあそういうのってよくあるやん。こっちから見たら、みたいな。進撃の巨人とかさ。はい。まあ、そういうのがまず面白い。
マーレ側の視点とエルディア側の視点がやることによって面白くなるやん。ワンピースって基本的に麦わら戦士の姿勢やん。別に批判してるわけちゃうよ。僕も別に好きというか見たいですけど。鬼滅の刃やったら鬼側の視線。そうそう、知らんけど、何で知らんことさせてくる。そういうのがあるとうわみたいな、うわみたいな、ああなるほどね、感情が好きっていうのに気づいたのと、映画で面白いなと思うのは、これなんか妙にね、どうでもいいシーンっぽいのに、なんか子供がなんかわーって遊んでるシーンだけやのに、ちょっとじーっと動いてこうなるとか、こういうシーンだったり音がバーって流れたり、え、こうだいとかって今まで別に意識せずにも見てたんやけど、そういうの意識して見てたら、こう後でね、繋がったりしたシーンもあったし、考察を見て、そういうことなんだよ。とか。だからいろんな、その、引っかかるところにメッセージが込められていたっていう発見。なるほど。だから違和感に気づくみたいな。ちょっと、いっぱいあるもんですと。違和感に気づくことの重要性。お、何事も。その違和感に気づく微妙なライン。に気づくみたいな、うん、が好きだな。そういうのを意識すると全ての物事がなんか確かにな、メッセージ込められてる、うん、世界の全ては冷静にっていうね、違和感でしかない。全部違和感とかね、はい、感じですよね。おすすめします。なんかレビューちょっと見たら低かったけどね。意味わからん。だからまあむずいやつなのかなと思ったけど。めちゃめちゃむずいなあれ。うん。とかの話をしてる時って僕って真剣に話してたのかな。めちゃめちゃ真剣で。ことは気になりますよね。それを言語化する能力が高いんじゃない？それてない。いや今の話とか綺麗にまとまってたよ。いや嬉しくないんだけど。超絶そうや。以前から思ってたんやけど、その感情とね、こう出てくる言語が一致しないことがあまりにも多いのかなって。一致してる時こそ真剣になれてるのかな。はあ。なんかあまりに感情が高ぶって言葉がついていかないと。絶対伝わらへんやん。それは真剣になれてないのかね。伝えようとしていない。伝わってないから今真剣じゃないってことかな。いやー、そうじゃなくない。感情とは出てくる言葉が一致 しないことが自分は多いのかなっていう。ゆっくりだけど。それわしも多いよ。9割ぐらいそれやわ、多分。ああ。こうじゃないんやけどな、思いながら。言葉とか、全然自分と思ってんのちゃうな、っていうのはあるな。なんか違う人と喋るときに、とりあえず正解の相手中だな、みたいな。この時やって。感情がない。そんな迫ってる時じゃない時でも普通の時でもなんか共感しなあかんとかそういう芝居にプレッシャーがない時でも感情が言葉に統一してない状況は多く見受けられますね。自分がはい。ボキャブラリーが作る、ああか、今までそういう機会少なかった、感情と言葉を結びつけて発する。あ、そんな喋らなかったよ小さい時って。あ、人と小さい時の自分の性格ちゃう、それは大きいんちゃう、性格とか環境やろ、本名は今内向的内向世代内向的世代、我々世代というか、うん、人格やマジで一つ。早く喋りすぎたか。
それはあるかもしれない。なんか今ゆっくり喋ってるから喋れたのかもしれない。ちゃんと。まあ早く喋りっていうのは伝えきないから、とりあえずこれを確かに外に出したいっていうだけ。あとちょっと疲れるのが嫌って途中で。聞かれたら止まっちゃうしな。コロナ出ないとかって答えられへんことが多いっていうのを無意識に分かっていて、その防衛本能の一つとして早口で喋って終わらせて逃げるという手段を取って、何の回ですか僕何か悪いことしました。金魚が手にブラ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 自白じゃないけど最近あの人形描いてないんだけどね。やっぱり描けへんのよね。最初はな感情を。どうして吉田先生。感情を見せる時に描くんやけどね。途中からもうなんか事実だけしか描かへんじゃないか。何やした？何やった？何やった？めちゃめちゃ思うね。別に面白いけどさ、数ヶ月後に見たらこの人だ。そこの感情がひっついてるのが面白いじゃん。その時にどういう風に結びつけ、どういう風なことを書いているとか、ここで本音でこう思っているとか、面白い。あ、探偵モーニングスクープをしたいんですけど、業者に頼むほどでもない、でも知り合い友達に頼むのもちょっと恥ずかしいというか、頼めないものの依頼。それは基本的に探偵ナイトスクープや。探偵ナイトスクープにも応募するほどでもないです。そういう依頼来んもんかね。来るわけない言ってんやん。僕はあの勉強相手になりたい。勉強相手になりたい塾や。塾とはちゃうんやけど。ちゃうんかい。なんか勉強したいことって共有したいやん。あと喋って理解したいとか、うん、それに普通に何も知らんいやそんなこと、うん、大体勉強してると思って英語とかなんか興味ある分野とか普通にえこれどういうことだって今で答えようにしたらその人って勝手に賢くなってこっちも言う意味やね。そう知れるし僕そういう必要やと思うね、うん、そういう相手っていい人にしとる方が圧倒的多数やろ。うん、自分の興味わしと一緒やん言うてること。自分はっくりや。自分とは図書館ないんだやろ。見たことあるわそのワード。夏やったらええやん。わし場所だけやと思うねんな。君なんかでも子供相手じゃない。そうやね。僕別に今はなんか同世代のこと思い浮かべてて、そうね、だって現実的になると土日だけやので土曜日は休むんやので日曜自分のプライベートは終わんねん。あ、帰り道か。もうあれか、ズームか。あいや、ズームは良くないな。そうやろ、オンラインでちゃうやろ。出ないもん。そういうことを話せない人が、まあ、圧倒的多いわけで、自分の読んだ本の内容の話とかさ、見た映画の話とか何もなんか気になってるニュースの話やばない。すごいよな。おっしゃったら物理病になると思うんだけど。うん。だからその代わりにドーパミンを出すと。瞬間的な。会社でも発散できひん、家でも発散できひんってなると。やっぱ趣味にならないとな。趣味ですか。言いましょうよ。草小見太郎はなんかどっかで言ってましたね。結局人生居場所を探すということになりますわなみたいな。ほんまにね。だからね、流れて流れたらいいと思うんですよ。勝手にね、自分が行きやすい環境に行くわけですか。それでなんでそもそも 1,2 回でね、 1,2 回決断したところでね生きていこうとするのかが僕には到底理解できません。え、これ変なのかな。変ではないでしょ。ただ生きていかないといけないような状況。
前くん。犬俺のためにほえるんですけど。ますます犬に近づいています。いや、僕ね。過去大型犬。大型犬の吠え方します。まあ、そういうことするときってあるやん。とか、あれ、全員せえのはね。いや、せえやろ。でも、飲み会のときとかってさ、みんな子供っぽくなるやん。子供っぽく。まあまあ。だから、どんな年齢になってもね、そういう面って持ってるんちゃうかって、うん、人間って。そうか。で、それをあまりにも、この社会って許容しないというか、変に見る。なんか、歩いてるときに突然、こういうことしたら変じゃないですか。変やな。でも、体ってめっちゃリラックスするじゃないですか。こういうことって。どっちが正しいんでしょうね。今は、そっちを楽しんでないのか。これ、気持ちいいよ、でも。でも変な目で見られてしまう。瞬時にね。まあ、それはまあ、集団の中で変な行動してるやつに目が行く防衛本能というか、本能ですよね。ただ、じゃあ、その本能に生きているだけの人間と、そのリラックスを求めた本能に生きている人間の戦いなわけですよね。それは別にどっちも。それは自分が負けなきゃいいんちゃう。そして隣に歩く友達も負けないメンタルが必要。まあほんまに SNS みたいななくなってほしいですね。いったんもはやいる？いやソロ墓地な。あ、うん。え？出会い人との出会いの価値も下がってるし、なんかできることの価値も下がってるし。そう。新しいところに行く価値も下がってるし。それはあるな。いや、まあ、いい面ももちろんあるね。ただ、悪い面ももちろんあるやん。一旦さ、悪い面だけ見てさ。極端やな。一旦悪い面だけ見てみようや。まあ、いい面ばっか見てきたから。そう。悪い面も見てるとか言いながら。そうそう。いい面しか見てないよな。一旦悪い面見てさ、その悪い面をなくしたその時代見ていこうや、みんなで。怖っ。なんか怖いわ、こいつ。一回破壊しておるよな。旅行に関して言うと、なんかこれもまあツイッターで見てんけど、これをツイッターで見るといい。面白いよ、今回ね。ありがとうございます。直接聞いたわけじゃん。そういう人多いよ。ツイッター。ツイッターの意見丸言う、丸々言うみたいな。でもやっぱ共感せえへんと。情報源出してくれるやつ。ここから堂々って。まあ実際そうですよね、本読んでな。言わせてくれへんほんで。旅行が、何だっけな。か旅行というか、まあ人生もわかんないけど、旅行と人生が、タスク化してる。第一章。旅行と人生が、タスク化。何時にここ。何時にここ。あこれってもう、なんかもう目的がな、間違ってるよね。ちょっと外れたら、あかんと。とかし、あ、ここに何時に言うためにここをこうどう処理するかみたいな考えになるから、なんかあれみたいな何を楽しんでるんやろって、その人生も置き換えられますわ。もうちょっと何ハプニング性を重要視してこそこそ、そうなんかな。うちもいい面悪い面あるんですけど、まあ、悪い面見ていこうっていうテーマですか。そうそうそう。昔は地図だけ見て、紙の地図だけ見て、ブーンって行ってたわけよ。そうやったら、知らん店っていうか、だいたい今じゃ画像で見た店しか行かへんわけや。それはまあ、でもやっぱり防衛本能ですよね。僕はね、もういいです。やっぱり、未知の世界に入るのって怖いですから、事前にどういう空間なのかっていう、把握しておきたい。把握できちゃう。じゃこれもツイッターなんですけど、山口周って知ってる？昨今は、日本はもしかしたら最先端のモデルなのかもしれないという議論が、海外で増えてる。それ、成田さんも言ってたくない？あ、そうなの？高齢化の先取りの精神国。うん。成長してないのに、
国民のほとんどは普通に、まあ、より良い生活をしている、まあ、より良いってね、平和に3食食べて生きていると。これは変じゃないのかっていう。変？変、変というかすごいこと。ある種。ある種。最先端ではないのか。はい、成長せんでもいいやみたいな。それは。っていう。あ、成功例じゃないのか。聞いたことある。わかんないよ。脱成長。そうそうそう。でもこれが国内からあんまり出てこないのは自分たちですると負け惜しみに響いちゃうからですよね。やって。そうやな。確かにそうやな。もうなあ、言ったやろにな。もうええだんだん、まあ、何ていうの、機械に近づいてみたいな話か。うん、確かに。この範囲でしか動かないというか、こんなことする人もいいし、こんなことになる人もいい。うん。だから、成長の先はほんまに近いと思いました。なんか映画作れそうやん。小説作れそうやん、それ。僕、3年前それ書きましたもん、ミキで。僕たちはいつの間にか機械だ。まあ、元から機械なんですけど。もうさ、話がさ、全部同じになっちゃう。7月や。何？やばない。やばいやん。やばい。やばいよな。ナッツ。ジブリやん。え？ジブリ。ジブリか。夏はジブリ。てか今年いや来月やね。そうなん。君たちはどう生きるか。気温35度とかやろ。夏って。え、ジブリだって終わり。ガチ夏や。海やで。何やねんこいつ。何やばいねん。あげあげやん。よきゃ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 。ジブリの最新作知ってる？知らんやろ。君たちはどういう理由かよ。しか知らんやろ。そういう戦法を取ってるっていう噂や。何にも宣伝しない。確かに。逆行くっていう。早尾さんももうそういう時代終わったっちゃう。だから。今までの。そう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 。新しい時代の幕開けみたいな。大会にしましたよ。新海誠とか出てきたから。ああ。そっちで託しちゃった。託しちゃった。同じの分野に、同じ分野。岡田敏夫やったっけ？うん、考察の。新海誠が 3.11 を描いたならば、宮崎駿は、見てて。宮崎駿は、ほにゃららと、ほにゃららを描く。でしょう。3.11、2011年ですよね。まあ、そこからまあ10年単位で災害が起きるとしたら、ありましょう。2021、コロナ？コロナ後とウクライナ戦争の世界。戦争と、戦争か。キムタクが声優って言いますね。また。ハウルイ。うん。確かに声優とかも知らんな。知らん。もう来月やね。来月とかも動画上がる頃には先月になってると思うんですけど。時間かかりすぎない。びっくりした。なんでも公開されてるんで。ジブリより、ジブリより編集に時間かけるって言われてますから、ね。そんな傑作ちゃうのに。まあ、SNS でつぶやくでしょうね。あ、今月に発表してる。なんぼやったっけ、電気代。この物価高、今月に高い。と言われてる時代にですね、僕たち一軒家二人暮らし、5月分の電気代はなんと1467円です。1人730円です。そんなもんじゃないの。
え？そうなんか分からへん。え、一人暮らしぐらいとか。どうなん？なんかめっちゃ高い人いるやん。え、冬と夏じゃん。この分からん。よいしょ、データは比較してもらう。日本の人口は？何の話？日本の人口はアルデンキ代して。はぁ、その式合ってる？何が出てくるの今ので。何を足してるの今の。何？休みのデブラ？寝言？どこどんなシチュエーション今。やっぱりね、瞑想みたいなの大事なんやなって思う。してへんけどね。うん。瞑想というかね、なんか自分の脳を覗くというか、めっちゃ、でもこの時に、なんかいろんな情景浮かんでくるやん。話してる時とか、話聞いた時って。うん。その瞬間の映像を捉えて、いかに言語ができるかみたいな。戦いは思えますし。戦いない。さっきの話聞いた時もいろんな映像がちらついたんやけど、僕は斎藤浩平のこれしか捕まえようと気になってた。強すぎやな、ビーム。斎藤浩平。だから人の話に割り込んじゃうかもしれない。いろんなことを直接言って、続かないっていう。その映像はもう喋り出したら消えているから。こういう悩みある人多いんじゃないですか。次いいですけど。え？次でいいじゃない。あれ？何？何起きてるの？いや、君はね、やっぱ生物学部にハマったから、で、その生物学的なその引き出しって、いろんな会話の中で引っかかりやすいね、多分。ああ、それって攻撃に行こうやからみたいな、うん、だからなんかそんなゲームなんじゃん。こうやってブン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 聞いたことない。なるほどね。多分使いすぎなんかな。使いすぎというか、たまたま自分が好きなものと好きなものがどうでもいいことにかかりすぎてる。どうでもよくはないけども、いろんな物事に共通してさ、あれもんやから。普通にあ、これ元が好きやったらちゃうよ。うん、そんなこと言ってへんやん。なんで怒ってんのこの人。一つ思いついたのが、広告ビジネスの一つの形を思いついて。あ、それじゃ僕はありますよ。いや、僕言わせて、さっき。CM とか流れてるやんよ。まあ、印象に残るやつもあるけど、まあ、数少ないやん。より効果的な、広告の仕方があるんじゃないかと。僕トイレしてるときに気づきましたよ、うんこしてるとき。台の方をしてるときに気づきまして、トイレしてたら手使えないよね。使えるやん。使えるか。じゃあ目な使えるけど、何使ってるの。いや、使わないね。お前だから使えんか。手使えんでいいやん。その汚い感じするし、汚い感じするし、それもやっぱすぐトイレでスマホいじってるやつ。まあ俺けども、全員ちゃうよ。基本的には汚いし、あんま触りたくないの。だから、こうなるやん。それよ。あと、ションベンとかしてる時も。その時に流すとか。流すと。で、共通、で、手合わせの時とか。怖っ、こいつ。思ったけど。だから、基本的に。良くない。通常の手がない時、通常の手が使えない。でしたけど、それはもう、何の解決にもなってないんですか。どういうこと。それ何、思考停止させるってことやな。思考停止じゃない。こう何も使えへん時に、ふと見えるところに広告したらいいんじゃないって。電車とか。そうそうそう、電車とか。まあやってるけどね。釣り革のところとか。トイレ。あと、洗面所。っていう、まあ、別に面白くはない。うん。社会をより良くはしない。僕はあの、生物学的な神経伝達物質というものについて一つ案を出したいんですけれども、オキシトシンってあるじゃないですか。はい。まあ愛着が湧くみたいな。それを発生させればいいんじゃないかなっていうね。
まあ、それを発生させてるのか知らんけど、その単純染色効果っていうやつで、あの何回も見せて親近感買って湧いてるのかもしれない。まあ、それは置いといてですよ。引いてない、引いてないし、ぜひ引いてない知識言うない、うん、企業、あの CM ってね、今ってね、一つの企業だけが15秒か30秒もらって流してる。絶対に一つの企業やん、うん、僕思うけどね、コラボしてね、全部。おぉ、いや、よくない。だから、コーヒーの CM だったら、パンを、パンの会社とコーヒーを、ね、で、同時に宣伝できるわけ。あ、このセットがいいやん。確かに。だから、それで、オキシトシンに絡めたら、それでね、オキシトシン絡めたそこに。勝手にね、チーム全員になるんですよ。なるほど。やばない。ただ、それ、どこの会社？ん？なんでもいいね。じゃあ、それを、じゃあ、あのね、今、企画するんは。CM ではやってないけど、コラボ商品とかよくやってるやん。ああ、ローソンと無印とかあるやん。あれをなんで CM でなんかうまくやらへんのかなとか。やっぱあれやね、めんどくさいあの手続きあるやんね。やっぱ大きい会社がやるやると。ああ、だから別にこの会社はこれだけしかやらへんとかじゃなくて、もうみんな当然のようにいろんなとことやったらいいっていう。なるほどね。いいんじゃないですか。ねえ。コーヒーとパンって言いましたけど、ね、コーヒーとパンが一番わかりやすいんちゃう。だってパンの会社って別にコーヒー売ってへんやん。うん、そこどっちも自分でやってますみたいな。そうそう、気がやったらまああんまり見ないけど、もっと悔しかったね。本とコーヒーとかコーヒーばかりお酒とだ、お酒の CM とか絶対いけるくらいおすまんとか。うん。なんていうのね、もうちょっとなんか、自由にしてほしいってことかな。方が。だからユニクロの CM ってユニクロの下と上しか来てへんわけじゃん。でもそこでさ、別に違うブランドのやつを履いて CM 流してくれても、こっちとしては別にええやん。そっちも別に、あ、これとこれ組み合わせれるんやっていう、どっちの企業も別に得あるやん。別にどっちも買ってもらうんでいい。っていう選択肢を見せてくれるだけで、なんか寄り添ってくれてるなっていう、そこで発生するわけですよね。広告費も半額やからね、ちょっと会社でやったら。これいいことしかない。確かに。絶対関係者見てへん。なんか視線感じるだけ、柳井さんの。柳井ユニクロ社長見てる、この吉田屋。やっぱむずいんちゃう、でもそれって実際のところ。ユニクロの方が目立ってるやんけんね。何や。だからいろんな CM 作ったらいいんだよ。ユニクロの方が目立ってる CM の時と、そうじゃない。相手企業が目立つ時の CM。勝てんねんね、頭が。同じ CM バンバン流してよ。いや、こんなような CM かいっていうの何回言わすか。これの商品、たったこんだけのために、こんなストーリー作り上げる。それ永遠に流してね。別に文句言ってるわけじゃなくて。文句や。文句でしかない。ちなみにこれ、何も置いてません。アルフォートですか？手がすぎやろ。それを何、どこで思いついたかって言ってさ、戦争の話を見てるときに。どこで思いついたの？あの、保坂正康さんでしたっけ？いや、喋ってた。なんか、まあ、半藤和夫さんみたいな仲良しだと思うけど、戦争って愛着心というか愛国心とかそこが刺激されて勝手に集団で区切られてできてくるわけやん。でそれ違う番組でもやってたよ。オキシトシンの表裏一体ですね、鈴木亮平が。これもう表裏一体ですね。ちょっとモノマネしてない言ってましたよ。オキシトシンっていうのが関わってるんですよ。愛国心っていいことやけど、その裏で敵対心っていうか、味方と敵区別するようになってる。愛が深いほど敵に憎悪を力だみたいな。オキシトシンが出てるってことはすごい平和的なつながりやけども、つまりこれをもうちょっと広げて見てみると、こうじゃない場合の時は敵対関係がすごいって。部外者見た瞬間にも守ろうという
自分たちは。だから結局なんかオキシトシンってか重要なんちゃうかなっていうねところからね。だからもうなんかもうちょっとチーム意識を芽生えさせたら人間って依存するんじゃないかなって、あのエイヒフローも言うてました。なんか孤独から逃げるために集団に同調している社会、今みたいな、会社に属してその孤独孤立不安を紛らわしているだけであると。で戦争の時にそういう意識はあの国家に属していくと、でそのチームに属そうという孤立をなくそうという本能が強いんだ、人間って。でそれを考えた時にあれ CM って使えるんじゃねって違うな、何だっけな、なんかなんかで繋がって CM 見た時 CM ってほんまに同じなくて一つの企業一つしか出てこないからね。やけちょっと好きな企業とまた興味なかったところコラボしたらこっちって興味出てくるから、うん、言ってくるやろって。僕はアプリ開発したいなと思うんですけど。えしたいなっていうかするんやったらさ、うん、まあ、前マッチングアプリにしたらいいみたいな、とりあえずそんな感じのこと言ってたよ。あれふと思ってんけど、人材求人サイト、求人サイトをね久しぶり見たらね、みんな一緒なんよ、まだ縦にこうやって見るだけで、まあよく見るようななんかインディードとかってこと、そうインディードとかタウンラップとかっていつもあれやん。あれってねもっと見やすくできるぐらい、マッチングアプリみたいに、マッチングアプリってかメルカリかな、こうそう、あれ分野別に横にスライドして、でなんやろな、こうしてメルカリかマッチングアプリみたいにして、まあマッチングアプリみたいにするやったらこうしていってもう表示されないとかさ、で毎回出てくるやん一番、あでメルカリみたいにするやったらこれで分野別にね、カテゴリー別に探せるようなやつって絶対使いやすくない？確かに。そってやん、思いつかないんですか？それはタウンワークに聞いてください。思いついてるけどやってないの？いや、タウンワークとかそんな、すごいしたら当たってるわけで、インディードと。いやいや、すごくないんじゃない？え、どう考えてもやりやすくない？いや。今しかもみんな一緒やし。確かにな。あげます。先着1名。やっぱそれを変えるあのコストが出ないんじゃない？そうなん？ちゃう？あ、話変わりますけども、エイヒフロムの、もう愛するということで読んだんですけど。どうしてん動画。違うやつが、まとめてみた。どういう動画の内容？愛するということは意思だっていう話じゃないですか。いや、ほんまに大事やな、それ。なんかもう忘れてまうわ。でもあの本読んだおかげでそんな話じゃない、意識的にまあ僕もそうできる、大事じゃできるかは分からんけど考えられるよ、そうそうそう、大丈夫それ、ここかってここでこういう風にこやっぱ意識的やな、1段階硬いね今そうじゃなくてそうですか、それはまあおっしゃってたけど、まあとりあえずねメモしたのは、今は神様が宇宙株式会社代表取締役になっているっていう文章。なんか誰が言ってた？僕が言ってました。何月ぐらいに読んだんで、その時に言ったんです。で、どこに引っかかったの？確かになって。ちょっとそれ、具体的に落とし込んでくれ。むずすぎやろ。うん？お直しにといて。知らない。まあ、以上で、それから話になってしまいました。じゃあ、先月の高熱次動画は、これで終わりたいと思います。